法師やって稼げる仕事ですか？一番最初の時給が、ちなみにちょっとモルテっていくら稼いでるのか知りたいですよね。うん、知りたい、確かに。これカットしたらマジ鬼ですよね。いやいや、Hello there! 始まりました、モリテチャンネルです。今回はですね、いやスペシャルゲスト。ビリ感がすごいですね。ビリオジーズかなんかでしたっけ？ビリオジーズ1号2号。1号2号。ビリオジチャンネルから来ました。ビリオジチャンネルから来た。ビリオジ1号と2号で。なんだそれ。鉄人28号みたいな。3号。いや、なんで言ったの？違いますよ。そしてね、プロデューサーをやってます、ね、メジュピー TV の土井先生ですね。まあ、すごいうちのチャンネル、まあね、レギュラーとしてですね、やってくれてます。よくお布施を払ってんですよ、最後。もう本当にね、カップルチャンネルやった方がいいんじゃないかな。森鉄って YouTube で検索するとスペース細いって出てくる。何なのあれ。あ、そうですね、細鉄チャンネルになってるかもしれない。もう始まってるかもしれないですが、それでお二人が今、ね、熱いということで、ありがとうございます。ありがとうございます。受験をしようと思って勉強してます。1号2号さんがですね、医学部受験する模様は、はい、医療児チャンネルから、はい、ぜひぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。で、まあせっかくなんでね、お二人とも予備校で働いてるって聞いたんで、はい、ね、じゃあやっぱり裏側聞きたくなるじゃないですか。言えませんよ、裏側は。言えませんよ。やっぱり聞きたくなるじゃないですか。え、2人は、はい、教科は何を教えてるんですか？僕は、生物と科学を教えてる。僕は科学メインです。あ、なるほど。2人は理科の先生ってことですね。そうですね、はい。週にどれぐらい？いや、本当ぶっちゃけ週6で。え、週6で？で目指してるんですね。休み時間とかだから受験勉強してます。ほぉ、なるほど。そんな感じなんですね、はい、同じ感じですか？僕は週5とか4とか、はい、そんぐらいで。だってなんかすごい狭い部屋に入れられてなんか勉強してましたよね。あーって、やらせて。いや、違う。なんか実際借りてましたからね。はい、なんかすごい狭い 4畳一間の部屋をちょっと2人で借りて。2人でいるんですか？はい。あ、でも結構変わる変わるいたりとか。なるほど、はい、だけれども実は稼いでるってことですね。いやー、でもちょっと仕事減らしてますからね。そうなんですか、はい、じゃあぶっちゃけどうですか、予備校講師やって稼げる仕事ですか？あの、僕たちはあの医学部予備校っていう医学部受験の予備校で、はい、お金のなる予備校って言いましたね。で働いてるんです、はいはい。まあ、それがきっかけで自分も受験してみて、そのちゃんと生徒がどういうことをやってるのかっていうことを知りたいというのがあったんですけど、なるほどなるほど。あの、一番多分講師としてはペイはいいでしょうね。医学部予備校しました。医学部予備校は儲かるとえ、普通の予備校塾と比べてどうなんですか？ちょっと細井先生も食いついてきたんじゃないですか？俺もちょっと気になるの。いや僕らとかって例えばその僕もね、要は自分がもともと講師ですけど、はい、要はもうオファーなんですよ結局。細井先生だから、まあ、このプランでやってほしいとか、うん、まあ、時期いくらでやってほしいっていうふうに言われるんで、もはやその相場をこう崩しちゃってるっていうか、うん、まあ、例えば大手さんとかで働くと、まあ、なんかこう大学1年目だったら1000いくらだよとか、はい、である程度ランクになると2000円3000円みたいになってくると思うし、まあ、当たり前ですけど契約していただける生徒のプランによっても自分の時給って変わることあると思うんですけど、やっぱりもうそこをちょっと結構逸脱しちゃってたんで、まあ、あまり分かんないですよね、うん、なるほど。だから僕も以前で働いたことないですよ。はい、はい、なんでそこ以前の許可いいのかなって思いますよね。さあどうなの、予備校の先生も結構いるんですよ。それだから大好きでしょうがないっていう予備校の先生あんま言わないって人まあどれくらい稼がれてるのかも知らない。医学部行ってた時って他の人よりも絶対優遇されますよ。ああ、そう、医学部生ってだけで優遇されるんだ。だからあのほら、ちょっと前にブラックだって呼ばれた、はい、なんか予備校っていうか多分高校生向けの、はいはい、ありましたね、全国展開してるんです。僕もあそこ行ったけど全然ブラックな感じしないで、むしろすごい稼げてた感じがしました。一般で言うと、だから個別でやって80分で1000いくらとか、うん、90分で1000何百円みたいな感じでやってる人が多分普
通の大学生、はい、違いましたよ。いやもう全然違う、全然違う。で集団授業でやって8分とか90分で2000いくら2400、500、600とかっていうのが普通のいわゆる大手の塾ですね、うん、はい、それぐらい。やっぱ医学部行ってたらそんなにはならないわけですね、塾バイトから。うん、はあ、ほらすごい。いやめちゃめちゃ抜いてますよね集団塾ね、うん、だって一コマでさ、だって2000円とかで人使ってるでしょ、あの本当に学生使う人とかだと。でだって集団で10人20人ね月謝取ってるわけだから、まあ安分したとしてもかなり利益率はあるんじゃないですか、ね、中抜きすごいですね。いやまあね、プロモーションとかいろいろお金かかるから、まあね、そんぐらい取らないとダメなんだから。って言われるわけですそんなこと言われてる、ね、ピー入れなきゃいけないけど言われ方なんだよ。じゃあもうやっぱ塾バイトの時から全然違うと思います。どれぐらいですか、ね、塾バイトで。もう昔の話だから言っちゃっても大丈夫ですか。でも普通にサラリーマンやるよりは全然稼いでる。大学生というか、まあ、その医学生というかそういうのでも医学部行ってるだけで、あのバイト同じ大学生とかバイト代行った時に全然僕は違くて、はい、うん、おー、うん、なるほど。週2、3で3、40万稼げんじゃない。そうだ、おー、聞きました。夕方だけですよね、うん、それやってるとだから人間クズになってくる。なった人ですか。だから時給800円で働くって言われるんですよ。いやいや、じゃあその時の時給とか言えます。お前もう全然昔の話だ。単純に割ればいいだけなんですよね。だから40万もらってて、だから4週間で1日週で10万でしょ。だから1日3万ぐらいもらえるんですよ大体。うわ、で1日何授業取るぐらい。だから5時間ぐらいやってるんじゃないですか、なんだかんだ。時間ぐらいやってだから6000円ぐらいなんですか多分。なるほど、多分そんなもんですよね。5000円から多分1万は絶対いかないけど、だから6000が多分いいとこですよ。6000で多分いい。だから塾側が自分を売り出してくれて、うん、この先生だったらば、うん、なるほど、うん、あの絶対成績上げてくれるよって言って、まあ本当にそんぐらい、うん、はあ、だからやっぱ全然違うわけで、中堅っていうんですか、中堅予備校のスタートよりも高いですかね。いや全然高い。だって寸大とかさ、河合とかだって駒球3000円とかでしょ。そんなに安いわけないでしょ。やっぱ50分だったら5000円は安くてやってらんないですよね。2万って聞いたことあるけど、それ昔ですか。全然そんなないです、うん、まあ、今だからいわゆる中堅どころっていうののスタートが94000円、うん、それがスタートは。でもそういうそれが多分、ね、中堅どころ4000円で、だから塾バイトの人たちが90分2000いくらで、で予備校に入ったらそれが4000になるっていう。でも、うん、医学とかやっぱ医学部系のところはそこをやっぱスパーンと超えてるっていうのが、うん、現状っていうのは昔からよく言われる。どうだろう、俺個人のポテンシャルな気がしますけどね。確かに。てか1年目から俺らも別にそうだったわけじゃないんで。そうそう、やってやってきて、そうで増えてる。そうそう、塾側からのその強い信頼とか、まあ、親御さんとか生徒さんの、まあ、当たり前リザルトもそうですし、そのプロセスも含めて、うん、塾側から、まあ、この人ナンバーワン講師って押されると、まあ本当に6000円、ね、9000円ぐらいになるんじゃないですか。はい、そんな感じでしたか。ビリオジもビリオジ一番最初に、ビリオジ一番最初 に自分の一印象がビリオジ、ビリオジなんか気持ち悪い。森哲っていいよ、自分の絶対言わない。一番最初にその講師をしたのが医学部予備校だったんですよ。お、一番最初から。で、医学部予備校で20年前です。はい。20年前一番最初の時給が5000円以上ありました。おお、なるほど。だからさっき言ってたように人生狂い始めたのじゃないですか。なるほど、ね。時給5、6000円って言ったら三井物産ぐらいあるからね。例えがすごい。多分それぐらいあるんじゃないですか。そのだから一部上場企業の割とエリート職ぐらいでも多分時給5000円、6000円とかじゃないですか。そこがやっぱ、それぐらいが大手のところがそれです。大手に入ればスタートがそれです、うん、その代わりきめ細やかなケアとかしますもんね。まあそうですね、うん、てかその時間外でやることも結構あるし、うん、そうですね、うん、はいはい、だからその分、まあ当たり前ですけどそれのだって結局 3,4 倍家庭は払ってるわけでしょ、うんうんうん、そうですよね、うんうんうん、俺らもらえても多分3割もらえてたら、個別だったら3割ぐらいじゃないですか、もらえてるって、うん、契約によりますけどね。で今はどうなんですか。じゃあ同じ感じですか今も。ちょっとするよりも相場が変わっ
で逆に下がってきてるのか、医者の時給が1万だからね。そうですよね。だからそれに比べて別にね、医師免許取らなくても5、6000円もらえるんだったら、うん、ねかなり、ね、お医者さんそうですね、他のところに行ってやったりするんですよね。そうですね、だから外でアルバイトすると時給1万円なんで、まあ最低時給ですよね。だからちなみにモルテスいくら稼いでるのか知りたいですよね、うん、知りたいです。確かにこれカットしたらマジ鬼ですよ。いやいや、だから契約上言っちゃいけないんだから。いやいや、外産でいいじゃん、外産で。外行けたまで。ここで K で時給とかで。いやいやいや、確かに。あー、やばっ使えないです。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.